じゃあ、うまいうまい、いきます。うまいうまい。あはいさい、はいさい。今日はですね、はい、イカも出てきたのでやっちゃいますか。おこちら、めんつゆがたくさんです。ということは、そうめん、お気づけ、あ、お気づけ、そうめん、そうめんじゃないです、そうめんじゃないです。長いそうめんかなと思って。イカといえばね、もう釣り人の醍醐味もお気づけっすね。はい、そうっすね。お気づけのためのこの汁もあったりしますからね。あ、そうそうそう。お、そうなの。はい、漬け汁ってお気づけの汁が。早速なんかいい感じですね。雰囲気ありますね。やっぱ水が透き通ってるよ。綺麗な水、久しぶりに見た。久しぶり。意識的な始球式。じゃあお願いします。いきますよ。はい、じゃあ皆さんご唱和ください。はい、せーの、頑張れー。あれ、どうしようって言った。タウテーだよね。頑張れって言いました。僕が一番タウテーって言わないといけない人なんだけどね。ついてきそう、こういうところ。なんかきそうよね。タウテータウテー。時間差。岩場には、はい、クブシミがいるんだっけ。そうです、クブシミが結構いたりしますね。もうこういうところもろ何でも来そうな感じ。アオリイカもお気づけ食べてやったことない。潜っても麺つゆがないと。いや、ありますあります。麺つゆ好きな人多いっすよ。やっぱ麺つゆないのかって。ハイサイの動画でも使った気がするな、麺つゆは。宮古で、はい、あの美味しいのは腹川。あー、腹川か。美味しい、瓶に入ってる。あ、そうか、石垣で食ったのはあれ宮古島の山か。未来山だから同じか。3363が好きな、あの塩辛は、僕の家から徒歩10秒のところにありました。あ、そうなの。はい、うまいんすよ。美味しいっすよね、あれ。沖縄本島に売ってなくて。でも腹川も美味しいけど、タラ川も美味しいっすよ。腹川、お酒。お酒も。いってらっしゃい。はい、パンチですね。なんか根が点在してるから、うん、砂の上に。こんなところベストと思う。じっくり着底して、待ってますね。さあ、しゃくった。でも沖縄本島にもなんかこんな水きれいなところあって安心したっす。ああ、まあ、まあね、やっぱその天候だったりとか、はい、まあ場所によってはね、本当にきれいなところ多いからね。きれい。ゆっくり引っ張ってきてたら、くぶしみついてこないから。ああ、確かに。くぶしみは岩場にいて、でしばらくステイさせておいて、はい、ゆっくりなんかやるんだよね。なんかもぞもぞしてる。うん、こんな砂地のところは、うん、真っ白に色変えてから追いかけてくる。あ、そうなんだ。今のところイカっぽいのいないっすね。イカスミもないっすね。なんか確かにイカスミないな。何十回、何百回投げてもあれだな。無反応だな。無反応。俺、はい、イカ釣ったことないよ。スミ張ったら危ないって言った。危ないと思ったこと一回もない。スミが怖いとか言った。白い服着てくればよかったのに。イカスミ濃かったよや。次のポイント、どうしよう、移動しますか。クーラーボックス。ね、時間も。ん？死んじゃうか。やばいやばいやばい。ん？何が？やばい。ヘビゲール。ヘビ？ヘビ？ヘビだぞこれ。あ？絶対ヘビ。やばい。歩いてたらヘビゲール。どこ？ここ、これこれこれ。動いた動いた動いた。ハムだハムだハムだ。マジだ。やばいえ、どこ？これこれこれ、こっち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 見てる、こっち見てる。マジ行ってる。あ、マジってる、マジってる。あ、ほんとだ。怖くて言おうかな。ちょっと手に取ってから、ちょっと。ダメダメダメ。お、マジハブこれ。ハブだよこれ多分。ほら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 。これ絶対ハブ。うやばいやばいやばい。やばいだろこれ。ちょっと待って、映ってない映ってない。暗すぎて見えない。こっから見える？こっからって見えるはず。ここから見える。ほんとだ。柄があるから。飛び込んでこないの。ガラガラ、わかる？これガラ、うん、これ拡大に集中して見たら俺のとこに飛んで、うわ、動いた動いた。絶対そうでしょ。相談。
ロコハブ嫌いです、苦手です。いやいや、好きな人いないでしょ。苦手です。イカ置き付け辛くてできなかったじゃないですか。置き付けにする。おや、え、違かった。え、できる、どうやって捕まえる。車に、うん、あの常に乗せてるあの棒があるさ、ハブ立ち目や棒乗せてるのか、乗せっぱなしなのか。ああ、あれやったら行きます。かやってみる。逃がしてあげた方がいいじゃん。うん、どうすか。え、ちょ、需要競争はあるって言われてるでしょ。うん、じゃあやりますか。いやいや、やりますか。じゃあ俺ちょっと見張っとこうな。あ、オッケーです。じゃあちょっと行きましょうね。うん、ここでのお気づきを準備すると思わなかったけど、うん、ちょっと準備していい。じゃあね、パンチがちょっと取ってる間に、はい、ちょっとハブさん見ながら、お、すげえ。じゃあ俺見て、あ、いるいるいる、やば、うん、ハブがこんなところに紛れ込んでるって、あ、危ないね。危ないよ、これハブ棒、ハブ棒。あ、あった、ね、オッケーオッケー。ハブ苦手。俺が取ってもいいよ。あ、じゃあお願いします。と、そう、飛んでこないのマスカ。で、ちょ、ハブ、あの、うん、あれか、ね、氷入れて貸す状態にして、それで締めようね。はい。あと、で、危ないよ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 。あの、ジャンピングハブする、一応。あ、マジっすか。ジャンピングハブ。風邪いける。動いてる。よし、上に、よし、ゆっくり動いてるね。よし、閉める。はい、お願いします。ちょっと怖いから。待って、これ飛んでくる。うん、お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 、頭くわえた。あ、噛んでくる。すごい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 。でかっ。おお、なんか太っ、うん、太っちょだね。これ土の子じゃないの。土の子じゃない、土の子じゃない。あ、どうしよう、何しようとする。葉っぱが邪魔、葉っぱが邪魔。あ、大丈夫、それ足足だいぶ、あばばばばば、命がけ、あばばば、いくよ、いくよ。そこに入れる、もう入れる。うん、貸し状態にするよ、入れて。オッケー。コーラこれ。いくよ。めっちゃです。いくよ。うん、オッケー、せーの。あ、あ、あ、うん、おー、抜けた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 。オッケー、掴んじゃ、時間がある。抜けた、抜けた。あばばばばば。そう、くそくそくそ。おー、うまいうまいうまい。うまいうまいうまい。うまいうまい。いくよ。じゃあ、うまいうまい。いきます。うまいうまい。あー。すご。おお。おおおおお。まだ動き、お。動いてない。逆に冬眠とかじゃないの。ではない、ではない。でも橋状態やから冬眠に近いから。一応今動かないはず。動いてるよ。え、嘘。大丈夫、話しちゃったけど。大丈夫。あ、いたいたいた、ほら。ほら。ほらら。余裕っぽい。ほらら、余裕っぽいよ。どうするか、もう快適って思ってるよ。え、快適って。今日は暑いから、もしかして、ね、ちょうどよかった。もうちょい様子見る、うん、まあいいんじゃない。まあちょっと逆に座してからお気づき効果出させた方がいいと思う。息継ぎとかはどうなの、このハブは。息止めてるんじゃない、多分25メートル受けるはず、多分。結構すごいな。うん、うん、うん、危ない危ない、顔が上に、うん、顔上に。あっ、あ、けど疲れてきた。うん、あっ、あっ、ドバーって出てこないよね。蓋閉めるかも。蓋閉めようか。確かに蓋、うん、みんなの、あれ、みんなの手で、あ、みんなの手で、みんなの手で。いや、違う、カメラマンやりますか。顔落ちちゃった。ちょいちょい顔アピールする。あー、衝動したね、今衝動した。した、え、そんな元気。うん、ちょろい、ちょろいって言ってるよ、やっぱり。アフカンベーシー、アフカンベーシー。元気だね、うん、え、出す、出すの。あらら、あら、大丈夫？あ、生きてる。あ、まだ元気です。行き過ぎした、行き過ぎした。行き過ぎ。うん、あと50メートル。おし、完成。見てみてよ。あ、出すとこでっかい。うん。あ、生きてる。
そう、マジあ、今顔またペロッと出したな昏睡状態むずいっぽいので、うん、動きが鈍くなってる今、うん、あ、昏睡状態してるじゃん、うん、よかったよかった。今じゃあ首、うん、ちょっとやっちゃいましょうね。結構ちっちゃいハブだね。ぐったりしてるの。これは本物ハブ？刺し木もあったな、多分。土の子みたいな。ね、お腹が膨らんで。土の子見たことないけど。うん、こいつの毒性が本ハブの5倍と言われるって。毒性。マジ？強いんだ。あ、じゃあだ。どの違うじゃ。毒性は弱いって。本ハブよりは毒性が弱いけど、うん、多分多いんだはず。あの噛まれる可能性が本ハブの5倍って。噛まれるか。だから多分こういうところにいるんだぜ、はいはい、噛まれる可能性が5倍ってことは、うん、多いんだぜね。うん、なるほど。あ、じゃあ噛まれても大丈夫じゃない。毒性は弱いけど、タンパク質を分解するらしくて、うん、噛まれたら慌てないで病院行ってって。じゃあ本ハブじゃなくてよかったら、ね、本ハブじゃなくてよかった。うん、あ、うわ、決める、いくよ、決めちゃう。うん、あごめんなさい。 OK。 ああ、あの死んでもその毒っていうのはここにまだあるから、うん、今噛まれたらあんまり良くない。ごめんね、あの刺身する予定だったわけよ、あのイカとか。ああ、うん、はいはい。さすがに刺身まずいから、うん、焼こうかな。ハブは危ないって言いますね。ヘビ、ヘビはネズミ食ったりするから。あ、生は危ないんだ。そう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 、ヘビの、その、うん、寄生虫とかもいるから、それが危ないよって。おぉ、すごっ。おぉ、こんなして久々に見たこの剥ける具合、うん、これがあの三味線の、うぅ、なんて言ったらいいんだろう、うん、気持ちいい感じもするけど、うん、おぉ、生きてる。何が入ってそんな太いのか、うん、確かにそれも気になるな。よし、おぉ、おぉ、最後の指先、あ、指先じゃない、尻尾の先、おぉ、胃袋までいった。あ、胃袋も一緒に取れちゃった。あ、見てくれ、ほら、あ、いい感じに取れてる。うん、本当だ、本当だ、いい感じに取れてる。さっきも生きてたんだよな。うん、すごい、胃袋長。三振の皮ってこんな細いのからどんな人取ってるんですか。あれ多分錦蛇だったんですよ、三振は。あ、そうなの、うん、ハブヘビと思ってた、ずっと錦蛇だったんですよ、ね、ハブの皮。あ、だ、そうだよね、やっぱりね、皮がね、ちっちゃいからね、うん、あ、戻してる、うん、確かに洗濯物入れる時にね、靴下裏返ししたら嫁だっけ死に怒るからあんた汚れてるとかの靴これするでしょ、みたいな。もう戻るしなさいと、うん、ああ、ちゃんと戻しましたね。これは、はい、これって何かに使えるの。今ね、触るま、あ、そう、うん、動いてる。え、嘘、内臓もないのに。うん、まあ、動いてる。筋肉はあれですね、経年してるんだろうね。すごいね、うん、頭が気になる。めっちゃ噛まれるんじゃない。大丈夫なの。これ大丈夫、もう大丈夫です。もう大丈夫、はい、じゃ、牙がね、ここに残ってるんですよ、うん、これ大丈夫、これ、うん、う、今拡大してるから、そのまま開けてもいいよ。あ、動いてる、うんうん、この牙が、うん、その毒、うん、何毒があるんですか、うん、今これちょっとオレンジのやつ見える。あ、上の、上のオレンジ、黄色みたいなやつ、液。あ、見える見える、毒。うわ、これ毒やんば、うんうん、その間にどんどん動いてる餌が、うん、これは気をつけて、動いてる、大丈夫だね。あいつもちょっと逃げ落ちてるよ、うん、牙、牙から、うわ、出てきた毒ね。うわ、ソンソログなんかハブ博士になりそうな感じがする塩やったらなんかぬめりがすごいっすね、なんか毎回ハブ来たら、見たら、うん、やっぱ苦手だなってなる改めて長いのを見たら、うん、多分自分、海蛇とかも海の中で見たら嫌なんすよね。あ、そうなんだ、うん、何年か前に軽石あったじゃないですか、はい、うん、あの時のなんか火山噴火した時、うん、
あの時海の中にいたんですよ、遠い離れた日本の海に、あの向こうからね、火山から遠い、く離れた海にいたけど、海蛇が見たことないぐらいいるんですよ、泳いでるんですよ、何これと思って、上がったらなんか噴火したみたいな。でもその時とかは、あそうなんだぐらいだったけど、よくよく考えたらあれって生き物のなんか感じ取ってからしてるのかなと。あるよね、なんか鳥とかさ、カラスとかがなんか、めっちゃ飛んだりしたよとか、あるよ、怖かったっすもん一生忘れない。確かに、味付けも兼ねてめんつゆでやる。めんつゆも、そうだね、ちょっとこれ水入れてめんつゆも入れようか。めんつゆも少し入れて。けど良かったのがネズミなくてよかったと思った。ね、自分はネズミ嫌いだから、さばいた時にお腹からネズミ出たら、おおってなりそうだった。あ、僕はもう見た瞬間からおおってなりました。かぶっているんだね、でおとなしく帰るのかなと思ったら、めんつゆに入れようってなったからびっくりした、なんで溝見たんすか。なんか一瞬なんか巨大ミミズみたいなのがいると思ったっけ、ミミズかこれみたいな、そしたら、明らかにでかいわけよ、おやってなって、でそれでなんか動きよったから、あこれが本体だわと思って、だからこの辺見てたんだぞ俺、あ、まあこの先ね、で、みたいな、でシルエット見た瞬間一瞬おってなったな。なんか開いた、あ、本当だ。一応じゃあ動くのは見えたっていうことですか。動くのは見えた、焼こうと思ったけどもう煮付けでいいかも。確かに、なんか一回これ捨ててからまた梅雨でやり直したいな。やり直するか、この汁ちょっとこれ青と汁だよねこれ和風ハブ煮付け、やべ、調味料がそれとピザソースしかない。これとピザソースしかない。やめんだろ。ゼロか100かみたいな。これとピザソース、あの開封済み。いつからあるかわからない。ピザソース入れるしかないじゃん、もう。いられる？いや。やめた方がいいです。やめた方がいい。パンチのリアルめなやめた方がいい。なんか謎の。何これ？寄生虫？寄生虫これ。一個だけ。あ、骨みたいなやつだ。なんだろう、硬いね。生物っていうかなんか骨切ってるみたいな、そんな感じ。軟骨みたいな。なんだ。まだあるかな。刺身がいけたらね、ヘビね。それがちょっと。あれね、あ、違った。いいっすよ、これで。火を止めました、はい、皆さん。ということはお待ちかね、ハブの煮付けでございます。めんつゆ煮付け、すごい。なんか見た目はね、アナゴっていうか、アナゴの一本みたいな。まあ、うなぎとウツボと思えば、大丈夫ですよ。もう、うなぎ、うなぎ、うなぎ。よっか、もう大胆に行きますか。じゃあ、ちょっとね、私から先に行っちゃっていいですか。いただきます。お、なんか白身だ。うまっ、めんつゆうまっ。めんつゆうまっ、嘘、マジ。うまっ。あれ、味覚大丈夫だったよね、サスラ君。うん、やっぱね、チキン。やっぱね、チキン。そんなロングでいく？先行かみたいな。おやつ感覚。おやつ感覚。沖縄そば感覚で。うまい。マジっすか。うん。初ハブ？ビールある。ビール出せよ。おかしいな。ちょっと刺身を。真ん中行っちゃいますよね。おいしい。うまいよね。味はどの？味は難しいけど、表現は。何に近い感触は？ホタテの貝ひも。ああ、それも近いかもしれない。ああ、じゃあ結構な弾力だね。うん。これ。うわ。
きました。本日はあの俺イカとか刺身とかで食うっていうあの、うん、でも合うこれ、うん、絶対ノアルコールで。あ、そんなに世界観変わった。足りる足りる足りる乾杯。そうです、食べて。いやさ、これがイカのお気づけからまだイカ釣れてないから食ったハブですね。あ、これ水戸さんも食べますか。うん、あ、うん、ちぎもうちぎる。あ、確かにね、切っちゃう。あ、バッて切っていいよ。ちょっと手食ってたからな、さっき。そうそう、3つに分けて。うまいんだよな、これうまいんだよなこれって、うん、めんつゆの味はしっかりしてる。めんつゆの味しっかりしてる、うん、思った以上にしっかりしてる、なんか本当に貝柱っぽい、うん、あー、あの味が、うん、じわじわくる感じが、ね、味もなんか食感もちょっと似てるのかな、うん、貝柱に、はい、なんか小骨あるけど、うん、そんな気にならないっすね、うん、あ、食えるの。一応なんか前、うん、ハブそば、うん、食べた時はなんか骨気になった印象だったんですけど、まあ、これはこれで、これはなんかあんまならないかも、うん、思ったんですけど、ハブ酒って、うん、ハブから出た液じゃないですか、うん、で需要競争じゃないですか、うん、これダイレクトじゃないですか、ハブ、うん、確かにね、うん、ハブ 100% だからもうこれ、うん、そうだね、鮮度が違う。パンじゃあ、まれよ、そういう目で見るな俺は。サンサノクさんのこと前から可愛いって思ってなんかハブの目乗ってる牙向けていいですか。よったけさんように民族からの おもてなしが、宮古にいたらハブ食べることなかったっすからね。宮古いないんだ。宮古はハブいない。あ、ちょちょ、あ、いいいい。おいちょん、おいちょん。はい、漬け、漬け、うん。そこちょっと骨もあるからね、あの気をつけてくださいね。じゃあいただきます。久々のハブ。お、すんごい弾力。ホタテの貝柱みたいな感じですよ。なんか本当にお酒に合うと思います、うん、まあ、おちょっとノンアルコールですけど、うん、あのビール飲んでください。お父さんのおつまみに、うん、ハブ捕まえてきたら、うん、俺もちょっとじゃあ喜ばれるかもしれない、うん、俺もじゃいただいていいですか、うん、あ、でも燻製とかしても美味しいかもね、これ。あ、美味しいと思う、全然、うん、確かにちょん漬けは考えてなかった。うん、うん、確かにな、ホタテのような鶏のような、うん、うまい。確かにチキンも近い、うん、チキンは前食べた時胸肉って感じ思ったけど、このホタテっぽいのはなんか今回初めてかも、思ったね、うん、うまいっすね。イメージ変わるかも、うん、ハブ食えるんだって。取れたてのハブだからこそここまでできてるっていうのがやっぱり、うん、確かに、つい本当に 3,40 分前まで生きてたって思ったらね、うん、せっかくだからお裾分けしに行くか。いやいや、もう絶対引くでしょ普通の人は引くでしょ。でも臭みがないね。臭みはない、臭み全然ない、うん、やっぱりそこがめんつゆでやったっていうのと、うん、あの多分煮付けみたいにやってるからじゃないかな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった、普通に、まさかの釣り動画からなぜか知らんけどハブを食うという動画になったんですね。皆さんイカ釣りだったので、うん、すいません。でも皆さんも何があるかわからないからね、めんつゆ持ち運ぶのをおすすめします。まあね、ちょっとあの今からもっと寒くなって、はい、あのイカのシーズンっていうのが始まっていくと思うんで、はい、そこからね、もうお気づけとかまた僕らもチャンスに巡ってくると思うんで、はい、次はね、あのぜひお気づけもやっていきたいですね、はい。今回はイカのお気づけならぬハブのお気づけをして、ハブを美味しく食べてみたでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。